水没しても運転を継続している状況をご確認いただけます。ポンプが運転を開始しました。ポンプ設置床へ注水を開始します。ご覧のようにポンプは完全に没水しても問題なく運転を継続しています。ポンプが没水した場合でも排水機能は喪失せず運転を継続することを実証しました。